花とジャックのラジオ。何やねん。題名ないのか。タイトルないのか。ラジオはタイトル。お前。そのもの。ない。一応なんか毎度言わないな、キースに。毎度大きに、マイスちゃん。なんで。なんか、画面パッと見たら、毎度言うてなんか、つい言うてまうのは私のこれ癖なんか知らんけど、うん、まあ、毎度はええんちゃう。毎度、うん、お騒がせします感じで。うん。うんうん、なんやねん、何。まあ、知らないかもね。また出た。いきなりやな、ね。いきなりやっぱ顔見て正面見たら、やっぱりそれは褒められへんの、その顔は。今まで、俺も、ええー、って入ってきてやで、うん、散々顔見てんのに、ここでまた改めて言うのは、あざといな。いや、あざといな、言うと、そら来た時やな、そらじっと顔見えへんや。うん。今来たか、言うてやな、うん、私ちょっと用事やっとったしやな。で、ちゃんとこうして、まともに面と向かったら、やっぱりつい、顔見てもうたら、やっぱり出るやん。おばちゃんのな、今の人気かな。影響力な、ちゃんともっと分かっときや。なんでそんなような人気あらへんって。おばちゃんがそういうこと言ったら、もうおばちゃんのファンは、うんうん、もう山田ジャック汚いに何年イコール。いや、ほんでも、おせいでも綺麗に。だって今日はちょっとな、うっすらひげも生えてんねん。まあまあ、剃ってないからね。うん、で、髪の毛はなんかしないけど。俺な、髪の毛な。いや、重いねんな。それな、うん、黒いのがな、うん、あかんってよう言われんねん。ももちゃんにも、もう他の周りにも。うん、明るくさ、時は昔ぐらい赤やってた。赤だから、あんなのがまだ似合うみたいな感じすんねん。うん、視線が髪の毛が行くよって顔いけへんから。うるさいわ。いやいやいや。ジョー君は黒にしたらまあかっこよくなったけど。そこ、どことな、うん、比べたらあかん。そこと比べたらあかん。いや、比べてないけど、ついついやっぱり、うん、見てまうがね、顔、うん。うん。ちょっとやっぱし荒れちゃう。明るい色にした方がいいかもわからん。わからんな。日本でちょっと明るい色にして、うん、顔をちょっと細く見えるような、なんかヘアスタイルにしたら、顔がちょっと大きすぎるわ。まあ、それはもう、昔からやからな。まあ、いや、昔からでも私、これほんまもう、この間も見たけど、正面向いて見たら、圧感じんねん。顔の圧、顔の大きさで圧を感じんねん。いやね。顔の大きさで圧を感じるってすごいで。顔の大きさだよ。うん、圧感じるわ、ほんま。おばちゃんは普通に、ね、圧力があるからな。いや、私は言葉に圧あるかもわからんけど。いやだ。でも顔はまあ、こじんまりしてるからええやん。うんうん、見た目わからへんやん。うん。見てみやった見た目からほら見てみ。いやもうええ。見てみ、アップで見てみ。じゃあ時々時間を見なあかんやろ。ああ、そうやな。うん。ま、うん、あまあ、この、まあ、ラジオもちょいちょい聞いてくれはる人がちょっと受けにはるみたいで、うん、まあ、嬉しいんだけども。うん。まあ、料理の方とな、両方とちょっと今出してますのでね。うん。うん。なんかへんけど、うん。なんか、昨日もなんか映画食べに行っとったな。ツイッター見たわ。いやらしいな。あれちょい見てないかんやと、うん。またいじるつもりで多いんや。おるよ。あれ何あれ海鮮？いや海鮮ちゃん寿司屋さんやん。うん。寿司屋さんに、うん。豊かくんいう子に連れてもらって、うん、ほんで、なかなか入られへんねそこは。うん。寿司館に行ってな。うん。なんかなんかと行きたいなと思っとったんやけど、うん、周りの人から聞いたら、めっちゃうまいお寿司屋さんやるの聞いてたんや。うん。で、いつ行っても入られへんのも聞いてたんや。西成。うん。で、たまたま昨日は、うん、連れてってもらって、うん、ほんで入れてんけどな。うん、うん。で、そこで寿司最初食べとってんけどな。うん、うん。で、途中で、宮野新くんとか、うん、あと、和樹くんとか、合流になって、うん、ほんなら、また量も増えるやん、注文する量も。うん。で、最初は、毛ガニを用意してくれてはって。うん。うん。で、毛ガニ食べとってんけど、うん、で、そのメンバーが集まったら、また今度、またボン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 、注文かかって、うん。で、写真に載せたみたいな豪華なやつ、うん、まあ、腹いっぱいで帰ったわ。うん。だって、めっちゃ飯食うやん。いや、よう食べる私は。よう食べるおばちゃんが腹いっぱいってなってんのやろ。うん。かなり食べました。まあそう。高級な寿司をかなりいただきました。ええなぁ。うん。いや、ええよ、それ私。うん。みんなやっぱし、お年寄りやから言うのに大事にしてくれる。胃袋は見せろ、ちょっと胃袋。いやいや、もう紹介したいな。さっきやったことです。ただ、私ほんまも前の人が、もうめっちゃ優しくてな。うん。まあ、こんな年寄りも遊んでくれて、大事にしてくれて、美味しいもの食べに連れて、な、連れてくれたり、休みに連れてくれたりするから、もうほんまありがたいな、思って。皆さん、長生きはええもんですよ。うん。うん、長生きで言うたら、楽しいイメージってないやん、あんまり。うん。どっちか言うたら、ちょっとこう、まあ、暗い感じの方が多いんちゃう長生きっていうこと自体が。うん、でも、うん、まあ私の場合は、まあ元気や言うことがあるから、
まあ楽しめんねんけども、うん、やっぱし長生きするにはやっぱ元気が必要やね、うん。うん。だから元気でなかったら、老後もやっぱり楽しくいかないいうのは、うん、まあ私見てもうたらわかるわ。うん。別に老後特に、まあお金があったらなおべたいねんけど、うんお金がなくても、うん、周りの人に支えられて。うまいな。支えてもらってんな。めっちゃ支えてくれてるから。ヘルパーさんいっぱいおるやん。まあほんまほんま。お金がなくてもみんな親切に優しくしてくれて、周りみんな仲したけど私の介護人みたいな人ばっかしで、うん、ほんまに大事にしてもらえるわ。まあそれはありがたいことやわ、ほんま。まあ、こうやっておしるこもこれいただいてんねやこれ、うん、おしるこも私が甘いもん好きだから言うていただいてるんですよ、うん、これね、うんうん、なかなかこういうのってあんまり若い人は飲めへんけど、うんうん、私は大好きやから甘いもん大好きやからそれはこのね、うん、ジャンクはいつもコーヒーやから おばちゃん特製のアイスコーヒー、うん、特製だってインサート、うん、インサート決まってるから誰がそんなのわざわざ作るの作るわけないよ私がはい、うんうん、昔から俺が遊びに来ても何も出せへんかったからな。バナナ出してんもうジャックとバナナも有名になってんな、うん、必ずジャックイコールバナナの話するからバナナってなそのバナナを出してくるからそれ食べるやんか好きやろ好きやで、まあ、出してくるからやん出してくるからやけどこの間から置いてあったらいいな、うん、今食べんけど持って帰るわよ持って帰るんだってそれしかなかったもんなんでそれ好きだから持って帰るの、うん、好きやからやっぱ好きやることやろ好きやねそういうことやろじゃん何言いたいんや何を小難しいこと言うて素直に俺がバナナ好きだって言うたいんや、うん、今度ファンの人からまたバナナ来るかもかいや覚えてるわ俺なんか小学校の時や、うん、遊びに行ったやん、うん、ほんならなバナナこれであのな出し方があのなこれでも食うとけ言うたであそうなんこれでも食うとけ言うて食えへんかったんか食うたよみんな言うやんか何の文句があんのほんでなまたなあな生のやあこれでも食うとけで出してポンって出してきて、うん、バナナな、うん、それ真っ黒やねんあ一番ええ時の状態を出してあげたんやものはいいようやなだから一番甘くてなんというのは点々点がスイートスポットなそうスイートスポット点々点があるから、うん、それはスイートスポットやそう点々点があるからスイートスポットで真っ黒スイートスポットをもうちょっとグレードアップしたら真っ黒になる。だからグレードアップしたらバナナを差し上げたの。何が文句あるんだよ。んバナ。で、あれよ、綺麗なバナナやったら綺麗なバナナでまた、綺麗バナナやって言うの。綺麗なバナナは綺麗なバナナ。ちょっと歯応えがあって美味しい。なんでこれ。今でも書いたこの人ね。何をグレードの高いバナナ食べとって何を偉そうに言うてんの。いや、でもな、ほんまな、あれ、幼い、三つ子の魂100までじゃないけどな。うんうんあの、黒いバナナよ、出されて、おばちゃんに。そんなに言いたいんだしたか、ま、うん。ほんならな、俺もうな、今もう51やん。うん、黒くなるまで待つからな。あやっぱりな。やっぱグレード高いものはやっぱ体が欲してるわけ。甘いから。甘なるから。甘いから。うん。な、だから美味しいから。でもあの真っ黒系のバナナは、あの、これからやったらあれやけど、うん、バナナジュースなんか作ったらめっちゃ美味しいやん。うん、そうやな、甘いから、うん。言うても作れへんで、ジャンサーやから言うとるけど。あ、今度バナナジュース。いや、作れへんで、ジャンサーやから。もう、あの、ミキサー今、いっぱいなんかええのあるやんか。うんうん、ああいうのがないから、昔のミキサーやから、邪魔くさいね、うん。うん。今なんかしないけど、あの、ようなんか TikTok なんかで、うん、簡単ななんかミキサーがあんねん、うん、こんな感じで。うん。あのミキサー便利やよな。うん。今知ってる？ミル、ミルっていうの、ペッパーミルの流行ってんのよ。え、なんであの、サムライジャパン。ああ、これ朝ですやってん。そうだ、ヌートバーいう選手がな、あの、自分がヒット打ったり、うん、いい時に、うん、こういうポーズすんねんか、うん。それがもう、他の選手もあやかってみんなやりだして、あそうなんやファンの人までこう、なんか、なんかヌートバー打ったら、スタジアム全員でこれすんのかっこいい。あそうなんや。うん、あ、ええやんか、それやったら。うん、私とかこんな大きな見るはないけど、うん、こんな見る。あれ小さなやつやけど、うん、私もブラックペッパー好きだからようやんねんけども、うんうんうん、やっぱあれやな、そういう風にこうみんなで応援してあげよう気持ちで、うん、こんなふうになっていく、高まっていくんやな、うんうん、おばちゃんもさ、一時こうやって鼻毛バーンってやってたやん、あーはい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 、ちょっと今日やってや、鼻毛ボーン、鼻毛ボーン、これもさ、おばちゃんのギャグになったらみんな鼻毛ボーンやって言われるんで、わからんな、うん、今度舞台でこれね一時やってたんですよね、うん、やってたんですよ、うんうん、やろうか、
今度また鼻毛ボーン、ちょっと復活しようか。そう、これまっすんが、まっすんの歌で、うん、まつげボーンっていうのがあんねん。あの歌好きやねん、私はな。ノリノリになんねんね。そう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 。それがやかって、鼻毛ボーンってやってたんやけどな。せやな、今度ちょっといっぺんあれやな。はいはい、よろしくお願いします。鼻毛ボーンですー言うて。鼻毛ボーンって言い切った方がいいわ。言い切った方がいいな。テスワーカーか。鼻毛ボーンの方がいい。インパクトあるから。みんな今度からそれしようかな、ちょっとな。まあまあ。鼻のところからボーンって出すな。ほんで出てへんやんけ、みんなにまた言われるけどな。そんなに毎度毎度私が鼻毛出てるわけないやん。いやでもな、あれやで。思い出した。ね、あの、なんていうの、ブラジリアンワックスっていうの、うん、あの、鼻毛抜きあったやん。はいはい、あの時すごかったな。あれな、うん、こう、知ってます？鼻毛、あの、こう。ドッサーっと取れるやつ。あの、な、うん、ちょっと、ビーズみたいなのがあって、それをチンして、なんか、そう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 。粘、粘土みたいにして、うん、それをこうつけて、鼻の穴に突っ込むねん。そうそうそう。で、1分2分ぐらい固まらして、一気にバーン抜くねんな。あれすごいな。そこんな鼻毛が、めっちゃ取れるって、ね、これ俺ねほんまにやって、うん、めっちゃスッキリすんねん。痛いって痛いかもしれんって瞬間ちょっと痛みはあんねんけど、うん、まあ我慢できんよね。ただではないから、うん、で抜かなも呼吸できんから絶対抜くやん。そうそうそう、あれも吹っ飛ばれへんやん。そうそう、あの棒ついてるし。そうそうそう、うん、だからもうめちゃめちゃもうあれバリバリに中が中で固まって、そうそうそう、もうやるから、うん、まあ、あれならおどおどったら呼吸困難になるよ。そう、絶対抜かなあかんから絶対抜くやん、うん、ほんで、うん、あれな、あのそれまであれちょっと前やったやん、おばあちゃんもな、うん、それまで鼻毛なんて抜いたことなかったやろ。鼻毛なんかあんな抜くもんちゃうやん。抜くもんちゃう。鼻くそやってたら一緒に取れてくるもんね。うん、だってな、わざわざ鼻毛抜いたことないから、うん、あれせ、うちの家でやってるんですよ。何の時お誕生日会やってる。俺の誕生会かなんかやってる。確かジャックの誕生日会の時に、そうそうそう、おもろいから言うて、ちょうどそれ流行ってたから、うん、みんなでやってみようか言うて、うん、何人かでやって、そうそうそう、その映像まだ残ってたかもわからへんわ。7、8人ぐらい来てな。そう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 。それで誰が一番鼻毛いっぱい抜けるか。そうやね、抜けるかいのいっぺん試しに行ってみようか言うたらな。さすがやな、ナンバーワンおばちゃんやだな。やっぱり名前に恥じないほどの鼻毛は。やっぱり鼻毛のおばちゃんやん。すごい言うたらないけど、キモかったな。言えてなかったな。あれだって、あの、たまたまバンちゃんが撮ってくれとってんけど。そうですね、バンちゃん、そうやね、撮ってくれとってんな、そうですね。だけど、あれ、うん、あの、さすがにモザイク入れたもん。うん。バンちゃんもちょっとやっぱ引いたんやろな。あんまりにもエグいから。あの、バーッと撮っとって、うわーとか思って、あ、ちょろっとやったら可愛いから、うん、映像的には許せるけど、うん、あんだけちょっとエグなかったら、ちょっときついもんな。そうそうそう。もじゃもじゃやった。もじゃもじゃやった。自分でも見て、もうすごいな、思って。よう、呼吸困難になれへんかったな、思って。そう。うん。あれはおもろかったな、でもな。おもろかった、俺。あれ、先生。で、ほんでな、綺麗につるつり抜けたやんか。うん。で、次の日から風邪ひいてんな。風邪ひいてんやったから。風邪ひいとったよね。そうかな。やっぱり。鼻水が出るって。あ、そうや。垂れて。ダムが止まらんみたいな感じで。そう、だから、うん、今まで鼻毛で。そうそうそう、カバーしてたんが、うん、全部抜けたから、鼻がめっちゃ垂れるって。そう、だから、あ、それは確かにあったと思う。うん。あの、やっぱし、ダムの役割してんねんね、フィルターとな、うん。だから、ダムが、こう、なんかなくなったら、ほんま、すっごい鼻が、そう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 出てくんや、あれ。うんうん、そう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 。あれはちょっと取りすぎてもやばいな、そうなると。うんうんうん、なあ。まあ、慣れてる人やったら、まあ、ええかもわからない。慣れてないよ、うん。初めてやからな。うん。うん、それからほったらかしやから、かなり、まあ、ボーボーとか、まあ、また、うん、だから おばちゃんは鼻毛、こう、長くなれへんねんな。穴の中で、なんか、膨張成長してんの。成長してんの。密林か。密林か、これは。だから、ジャングルじゃないねん。サバンナみたいな感じ。サバンナ。うん。サバンナか、私の鼻の中は。どないやねん。ただ、鼻毛はあんまり出えへんな。出てへんやろ。出てへん。でも、あんだけ中にいっぱいあったってことは。うん、そういうことでかなりあった。うん。細かいのが、うん、だからあの、で、甲子園球場みたいに、ブワーッとこう緑で囲まれてんじゃん。芝生か。芝生みたいに。目の細かい芝生。そうそう、目の細かい。芝生はバーン伸びへんもんな。伸びへん。うん。ある程度成長したほんで終わりやもんな。そうそう。な、芝生の花かでしょ。だからサバンナみたいになってる。サバじゃなくてね、うん。まあまあ、ほいでもまあ、鼻毛は、まぁ、あ、ちょっとぐらい残しとかなあかんな思った。そうやな。うん。私の場合はやで。うん。後の人は知らんで。うん。でもあれもおもろかったな。うん。うん。今はなんか流行ってるもんあんのあんなんでないやん、別に。あ、な、ないな。うん。あれなんであんな流行ったやろ。なんか一時流行ったな。うん。一時流行ったか。また、うん、台湾こう見てはる人もやったことある人が多いかもわからへんな。うん。うん。
なんかまたこれからまたそういう系がまた流行るかもわからんけど。うん。うん。うん、まあまあ、ほんでもありやな。話変わるけど、髪の色変えな。髪の毛の色、うん、うん。なんか黒はええねんけどな。落ち着いて見えようと思ったって無理やで。いや、落ち着いてって別に落ち着いてない。まあ、年齢的に言うたら落ち着いてんねんから。もう顔見ておっさんやねんから。もうそれだけでも落ち着いてんねんから。そうか。うん。なんかちょっと髪の毛前は赤にしたよ。だいぶ前な。うん。ほんで何色、今金色のままやっとったけどな。何色がええやろな。うん。うん。ちょっと考えるな。うん、顔見たらイメージ分けんもん。何やねん。なんか。どんなんやねん。グリーンは。グリーンもしたことあるんじゃん。したことあるな。グリーンしたら、あの、でっかいのおったやん、なんか言うの。そうそう、あの、モンスターズインクみたいな。先生先生先生、あんな感じのイメージになって。シュレックとか。シュレック、シュレック。なんかシュレック言われてなかった自分が言うとったやん。いや、私が言うとった。なんかシュレックみたいな。何色がええかな絶対緑にしたらシュレックって言われるやん。なんだ、ピンクがピンクの顔ちゃうわ。ピンクにしたら魔人ブー言われる、うん。いや、いや、魔人ブーやけど、ほら、ピンクの顔ちゃうわ。うん。青、青やんけん、ブルー。ブルーな。うん、ブルー綺麗で、若い子がブルーしてるやん。うん。ほんで、あの、なんていうの、グレーみたいなのあるやん。綺麗なグレーみたいな。あの、銀髪みたいな。あれはあかんで、白髪にいるから。ああ。もう年齢的に絶対白髪で。うん。うん。何色がええやろな。いや、俺でもな、うん。知っての通り、これからの季節、俺もう、黒人みたいになるやん。もうな、言うとるけど、もうな、もう日本人やめたんかいぐらいの顔なんねん。いつも真っ黒くなるから、もう顔見て、もういつも悪て、もう日本人やめたん、黒人になってきたんか、いうぐらいに、ほんまに真っ黒くなるから。ほんまに。思いっきりな。シャネルズ、もう古いな。いや、もう知らんと思っちゃうけど、ほんま。ほんま、ほんで手見たら、こっちが白いやん、こっちが黒いから、このな、半分ぐらいがなんか白くて、半分が黒くて、なんかさ、それ見ただけでも私、めっちゃ笑うねんけど。うん、ほんまに日焼け止め何も塗れへんもんな。塗れへんくて、ずっとウーバーイーツしてるやろ。うん。まあ、あんななんねん。ほんますごい顔なの。いやいや、うん、まあまあ、まあちょっと引き締まって、まあ、見えるかどうかわからへんか。いや、だから、それ、黒って、黒い色の人って、あんまりその、なんていうの、その、いろんな、色の髪ってあんまり似合わへんくないか。だから色白の人がさ、そんな、まあまあまあ、そうやわな。うん、まあまあ、あれ、うん。めっちゃ生えてるやん。うん、でも黒やからな、白はあかんし。何がええの、うん、オレンジはどうやん。黒、あの、茶色とオレンジ系こういう合うで。ああ、まあな。うん、オレンジ系したらどうなん人の頭やから何だと言うたるわ。私みたいに七色は絶対できへんから。うん。な、黒でも買うやん。そこじゃメッシュ入れやん。メッシュ、あ、こう、ちょっとこういう感じ。そうそうそう、そう、うん、ちょっと3色ぐらいメッシュ入れてん。うん。なんか黒だけやから、なんかね、なんか、そんで今日の頭なんかヘルメットかぶってるみたいな頭やし。ヘルメットかぶってきたんや。うん。その、みたいな、原型が残ってる。原型が残ってんのか。うん、ほんまに。うん。だからちょっとやっぱヘアスタイル変えた方がいいかもわかんない。ちょっとこれからもあったかなるし。うん。うん。着るもんも薄着になるし。いや、ほんでいつもこわじこしてるやん。うん、夏はな。うん。だからちょっと黒ではちょっとこわじこがちょっと寂しいかな。頭もハードし、ハードコアチョコレートです。でも、なんかちょっと頭も。近寄ってこうへんの、誰も。ね近寄ってこうへんの。あ、ほんならもうあれやな、モヒカンにする夜気近寄ってこうへんの。なんか変わった頭いる。覚えてへんかな、はい、あれ、おばちゃんとちょっと会ってへんかったと時期かな。俺モヒカンにしたことあんねんで。あ、そうなの、それ知らんわ。そうやろ、その。写真ある写真あるある。あの、あ、そうなん、うん、もうちょっとあの、ちょっと辛い時ちょっとその写真見せてくれへん。ある、ね、笑えるから。ほんま笑えんねん。もういかん。もういかんしてたことあんねん。ちょっとキモいね。あ、そうなん、うん、似合い方やろ。いや、ま、キャラクターとしては似合うけど、あの、かっこよくはなかったわ。あの、悪いけど、うん、かっこいい時代知らんねんけど。あった。いや、その時期、あの、東京の方に行って、結構活躍してた時は、かっこよかったよな。って言うとくわ。なんかその、映像を見たことあんねん。かなり古いな。まあ今で言うビデオな。20年ぐらい前だよ。うん。ほんで、まあ、まあ、確かに細かって、うん、まあ、今よりも全然ちゃうかった。まあ若いこともあるんだけども、もう別人やもんな、うん。あの時はめちゃめちゃ細かったもんな。うん、その映像だけかな、かっこいい時知ってるいうのは。うん、まあまあ生でかっこいいの見たことないから。ないな。うん。ちょっとかっこよさを見せてくれや、死ぬまでに。死ぬまでに見せてくれや。だ、あと50年ぐらいか。死んでおる。上から見なさい。上から見なさい。
な、生でにしよう。俺自体がおれへんもん。俺自体がちょっとそんな、な、そんな言うほどな、うん、美咲にやられて結構、あの、不摂生してるからな。不摂生、うん、な、なんか知らんけど、ちょっとこう病気持っちゃうもんな。まあまあな、うん。ちょっと薬飲んでやるもんな。そうだ。うん。まあ、見かけはなんか元気そうな顔するけど、私は薬は一切飲んでないから。うん。うん、薬売ってんねんな。いや、売ってんねん。勘違いしたこと言うなって。怖いって。もうこんなん信じてあかんねん、この男の言うことはな。何がちょっとちょろっと嘘つきよるから。嘘に決まってるやろ。分かってるけど、何が言うてんの。これ見てはる人は、みんながみんな冗談通じる人ちゃうからな。ラジオ言うてん。ラジオ言うたとか映像見てるやん。うん。でも聞いてはる人は、なんか知らんけど、うん、そういう薬やったら欲しいとか思いはる人が多いかも。あ、元気やから。うん、元気やから。うん。何の栄養剤かなとか。どんな薬でそんな元気になるのかなとか。思いはる人が中にいてはるか分からへん。砂糖で、砂糖。砂糖注射すんのか、私は。砂糖水か、ほんま。だから、ほんまにちょっとちょいちょい嘘つくから。うん、その時は訂正しますから。嘘に決まってるじゃないか。というのは、な、嘘に決まってるいうことでもな、うん、それが、やっぱし、嘘でなくなる場合があんねんって、世の中で。うん。うん、まあ、全然。だから。いちいちさ、でもさ、その、なんていうの、あるやん。あの、なんか NHK とかの、あの、なんていうの、決まりき、なんていうの、はい、すごいニュースみたいなさ、うん、ここにテロップで、ただ今の発言はボケですとか。はいはいはい。書いてはおもろい。書いてもらわなあかんぐらい、気にして喋らなあかんよ、なんで。まあ、多少はやっぱしな、まあ、この、うん、ほれ、まあ、こういうのってまあまあそこそこいけるやん。うん、テレビ言うとまだちょっと違うやん。うん、あの、硬さがな。うん。まあ、ここはまあ大体、おおよそでいけんねんけども。うんこんなテレビでこんな話したらええだこいつはもう即終わりやで、うん。もう、出してもらわねえで、うん。ちょっときつい話はできへんから、うん。もうやっぱりゆるーくな、うん。うん。やっぱコンプライアンスうるさいからな。うん。うん、まあほいでも、二人ともラジオ今やってるやんか、うん。やっぱコンプライアンス、多少意識せなあかんからな。うん、時代とともにな。でもな、あれ、うん、ほら、あれ、なんだっけ、シナチク。うん、あれもな。あれがな、ちょっとあかんかも言われたもんな。ビビったな。うん。シナチクあかんって言われてな。うん。昔、子供の自分にラーメン入ってんのも、メンマなんか言えへんかったんや。シナチクって言ってたから。うん。俺の頃はもうメンマやったけどな。私はシナチクやったんや。うん、うん。で、今はメンマって言わなあかんって言って。だから、ラーメン買って、時々シナそばって、うん。昔の人は言う、ね。あったシナそば言ってたよ。うん。で、そのシナいう言葉が、なんかコンプライアンスに。ちょっと引っかかるらしい、ね。まだ引っかかってはせえへんねんけども、ギリギリラインらしいから。うん。うんうんうん、そんなん私、昔から使ってる言葉、大概、うん。きついな、思うねん。時代とさ、うん、なんか、だから別に放送禁止用語を、使ってるっていう感覚ないやろ全然あれ。だって今まで日常的に、ずっと子供の自分から使ってきた言葉やから、うん、その言葉によって人を傷つけたりとかいう意識なんかあれへんよ、うんうん。普通にずっと会話してきたことやからな。うん、うんうん。それが今ではそれがなんかちょっとこうな、うん、傷つけたり差別に繋がるとかないか言うねんけども、だからその辺の、どないかな、噛み合いが分かれへん。分かれへん。俺も、時々、あかんのってなるときある、うん。自分でその言葉使ってて、別にそれ、人を傷つけるためにね、とか、そんなに使ったことないから、うん、だからそれってあかんっていうのは、うん。うん、その、ラインの引き方がどないなんのかなとか言うて、うん、ちょっとその辺分からへん。アホやからあんまよう分からへんけど、たまに使ってまう可能性あるから。うん。うん、ほんで生放送やんか。うん。ジャックも私も。うん。その辺がちょっと怖さあるよな。うん。うん、録画やったらな、録音やったらな、うん、後で修正聞くねんけども。そうやね。うん。だからちょっとやっぱし、その辺だけちょっと意識で喋ってんねんけどな。うん。まあ、ほんと私、ラジオでも結構リラックスして喋ってるから。うん。うん、まあ、ポロポロって、うん。相棒の桜子さんがヒヤッとしちゃう。私はなんかこう自由に勝手気ままに喋ってるやん。うん。桜子さんの方が、ちょっとやっぱし、ヒヤッとするんちゃうかなとか思うから、それはちょっとやっぱ気の毒やな、思って。うん。まあでも、まあしゃあないな、これな。言うた限りにはな。うん。また、こっちは、まだ緩い。またこっちの方がまだ緩いし、で、どない言うんかな。基本的にコンプライアンスはあんまり意識せんで喋ってるから、こっち側の方がな、今これやってるやつはな。やっぱりちょっとラジオとはちょっと違うかな、とか感じする、やっぱりな。うん。まあでも、ラジオやで。
一応ラジオやけどな。うん。ラジオはでもちょっとラジオ違うやね。うん。違うか、あれちゃう。あの、ま、例えば、テレビでも、うん、俺とこういう感じやったら、うん、もうなんか、もう思わんやろ。なんか普段通り喋ったら。あ、もうこれも普段の話と一緒やからな。まあ、普段の方がもうちょっときついから。もうちょっと、もうちょっとどげつい話するかもわからん。アホボケとかな。そんなに、あの、どっちかって言い合いしてるから。なんかクソババアとかな。うるさい、誰がババアやねんとか言うてな。何やこの豚とか言うてな。そういうなんかね、ちょっとこうな。うん。言い合いしてるもん。あれもう、あのジャブの打ち合いが俺は思うよ、うん。でもやっぱりあんまりきついのはなあかんからな。だからこういうところでな。そうそうそう。こういうところではな。ちょっとな、ちょっとやっぱきつい。舞台ではいけんねんで。うん、舞台ではいける、うん。でもこのところではやっぱり、めちゃめちゃ柄悪になるからな。うん。うん。柄悪い。いや、今日のこの柄は悪いから。さあな。これみたいななんかね、かっこいいやとか言われる。ザッババーみたいな。うん、ザッババーいう感じ。俺ついてええやろ。うん。なんかこう、和式っておかしいけど、なんか、和装みたいな感じで。うん、まあ、こんなが似合う年齢になっていいんだけども。ってなるけどな。うん、若い子には絶対似合えへんから。まあでも、こんなんも似合うし、ね、コアチョコみたいなあんなハードなも似合うしって、うん、振り幅があってええやん。なんでそんな褒めんの怖いわ、とか。何が。なんか褒められたらなんかちゃんと、ちょっと怖いなと。いつも背中で慣れてるやん。そうやろ。見てられないってんのに。なんか、なんで褒めんのとか思って。この前さ、なんか、おばちゃんがさ、うん、ジャックは唯一1個だけやけど、うん、なんかもう終わらへんから、とか言ってたら。天才や、言うて。言うてたら、あの時俺も気色悪かったもん。やっぱ気持ち悪かった。やっぱ、期待ともあるやな。やっぱ日常茶飯事。だから、褒め合うの。褒め合うのが苦手。褒め出されるとなんか、引くな、反対に。引くね。普通喜ばなあかんことやるのに、けなされて喜ぶスタイルやから。なんか変やな、それも。むずがゆいね、あんな言われたら。なんの企みあんのかなと思うもん。そうやろ。素直に受け止められへんもん。なんでやろ。長年そんなんして、ののでやってきてるから。うん。だからまた5000円貸せ。なんでなんかお金ないやろ、私は。っていうような感じの会話。っていうの僕は分からないやないか。お前の方が持ってこんかいとか言って。な、まあ、そんな感じやねん。腹減ったやから、なんか店おごれとか言って。うん、なんで俺がおごらなあかんねんから。お前の方が分からないからおごってくれたらええから。まあそんな意外としてるから。うん。だからそれはちょっとやっぱり、普段の会話やから。あんまりその会話ばっかり1時間やったら、30分とか。こういうところではね。うん、やるとちょっとやっぱり、うん引き張るかな。引き張る。絶対引き張るよ、ね。うん。なんかしないけど、もう、嫌気さすんちゃう。うん。そんなばっかり言うてるから。うん、でも、うちは、ではそれで、ばーっと出せば笑えるから、うん。呼吸とかそんなみんな知ってるから、うん、あれやねんけどな。うん。うん。まあ、だからこの間毎日毎日なんかね、毎日じゃないけど、最近では週に、まあ、2回ぐらい打てるからな。うん。頻繁に、うん、頻繁にいろいろと。お料理やったり、この間お話したりするから。まあでもちょっと話変わるけど、これもいただいたさ、この井村屋のお汁粉っていうの、これね。昔からあったかな。うん。これ井村屋のお汁粉って珍しくない？なんか、これ井村屋ってさ、あずきバーとかの井村屋やろ？まああずきバーもあったし、いや、井村屋って結構あるよね。あずき系があるで。このお汁粉も？と思うで。井村屋言うたらやっぱりあるやな。あずきイメージやけど。でも私な、あずきバーも好きやねん。あずき買ったやろ、あれ。あれな、歯あかんねん。買ったんや、あれ。硬いのがな、若い時もよかったんや、うん、硬って豆も硬いや、うん、冷凍してるから、もちろんな、うん。でもあかんねん、もう、歳やから。舐め尽くしたらええやん。いや、舐め尽くすのは邪魔くさい、あれ。なかなか長持ちしすぎて。舐めんのが邪魔くさい。邪魔くさいやな。舐めんの時間かかんで、あれ、ペロ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 。イライラするやん。ガリガリガリと言いたいやん、やっぱり。でもこれは、なんでこの宣伝せなの。いや、違うやん。だからこうやって、いただけるようになって嬉しいなっていう話。いや、嬉しい。だからこれは私、ちょっと食後に、おやつ欲しいな、思うときあるやん。うんうん、おやつないな、見当たれへんないときに、ちょっとこれチンして。うん、そんな、うん。これ、あれやね、もうちょっと言いたかったら、もうちょい入っとってほしいなと。贅沢言ってた。あとな、おばちゃん、アップルパイも好きやもんな。アップルパイも好きやで。チーズケーキも好きやで。いや、私、自分がアップルパイ好きやからじゃ、私も好きなのは、ちょっと言いますやん。アップルパイ美味しいよな、でも。美味しいな、あれ。なんでも名前やね。でもチーズケーキ嫌いか？好きやで。好きやろ、うん、ほら見てみ。アップルパイも好きだから。今、リクロおじさんにお店どんだけ並ばなあかんねんっていうぐらい。いや、でもあれ、ちょっと前までは並ばんと書いてんで、ね、コロナの時もな、うん。今はもう相当まだ警備員さんが立ってな。あれな、みんなな、焼きたてをみんな、
なんか。そうやねん。なんでアップやろ、奥行ったら焼いたやつくれるやん。くれるやんな。あれでええねん。あれでええねん、俺も。だって焼きたて言うたって、それまで食べへんから、うん、家まで持って帰ったら冷めてるやん。うん、で、家まで持って帰って、その時すぐ食べるんやったらまだしも。うん、家まで持って帰って晩食べましょうとか言うねんやったら、うん、焼きたて持って帰る必要あれへん。うん、で奥の方で、その日で焼いたやつを、すぐくれるやん。うん、だから私いつも絶対並べへん。もうずっと奥の方行って、うんうん、ほんで、あの、あれやわ。もう、ちょっと時間経ってるやつ、ね。時間経ってる。ほんで、時間経ってるって言ったら、そんな古いもんちゃうから、その日に焼いたやつやつか、うん。朝焼いたやつを昼もらうとか、そんな感じやから。うん、だからそこでもうパッともらえるから、うん、そっちの方が絶対焼いてる、うん。で、どっちみち焼いたら冷蔵で冷やすやん。うん、すぐ食べへんやん。うん、だからね、まあ、食後の後とかさ、うん、朝とかさ、食べるから。うん、で結局一緒やん。うん。うん。じゃあ、なんで並ぶのかいうのは、ちょっと意味わかる、うん。うん。まあ、焼きたていうのが、まあ、焼きたてですぐ食べれられへんのにとか思うねんな。並べるタイプなん。いや、あかんの。君みたいに並べへんな、うん。もうでも今西成結構ブームやからさ、うん、いろんなホルモン屋さんも並んでんもんな。並んでまで絶対行くやんな。あ、うん、私に並ぶんだいたい嫌い、うん、あの並んでも 2,3 人、うん、ええー、とこ5、6分、うん、それが私のあれかな、うん、限界かな、うん、30分並べたらもうちょっとするわ。いや、この間ね、コンカフェ行ってきたんやから、うんうん、コンカフェってちょっと気になる店があってん、うん、まあまあジャック行けんから分からへん、うん、日本橋の、うん、ほんで行ったらまあそこそこまあそこはいつも並んでんねん、バーっと、うん、で並んでたから、でその日たまたま並んでなかったやん、うん、みんな空いてるなぁ思って行ったら、うん、中に人並んでんねん。まあそうなん。ほんで待ち時間が、うん、待ち時間ね、各フロアにあるみたいで、うん、ほんで、ワン、あの、1階のフロア30分、うん、2階のフロアが1時間、うん、3階のフロアが1時間ちょっとの待ち時間、うん、コンカフェでやる、びっくりしたわ。ユニバーサルスタジオみたいな。そうやね。メガテンになって、うん、なんで30分待たなあかんねん。もともとメガテンやけどな。いや、まあ、かわいいね。で、ちょんちょんしかついてる。チーミンみたいな。シジミはうまい、体にええねん、飲んだよな。飲んだ後に効くね、シジミは。ということで、うん、コンカフェも今、あないに待ち時間できるほどなってんねんな。うん。うん、たまに行くんや、私、コンカフェ。でも、ユニバでもそんだけ並ぶなんかの？ユニバは、並ぶなんてもんちゃうわ。それは待てるん？待たれん。そうだからこの間言うてんスリーピーランド行ったよ。あんまり待ち時間なかったあのキティのカップドケーキトレーニングとか、ね、あんなもう ああいう系は好きじゃないねん。あれ、ま、待ち時間ゼロやで、ほんと、うん、だからああいう系は好きじゃないねん、私は、うん、どちらか言ったらハード系が好きやん。そんな並ぶやん、だからそんな4時間並ばれへんで、うん、3時間4時間やで。なキティのカップケーキドリーム乗りに、うん、だからしゃーなしにメリーゴーランド乗ってきたん。あ、そうなん。メリーゴーランド言わない。メリーゴーランドなんかほんまに何十年ぶり、まあ何百も言えへんの、何十年ぶりかないぐらいの、うん、なあ、来てんの、もろ頼むな、ギヤーとこ言いたいタイプやね。そんな絶叫マシン好きやから、うん、もうすぐな走馬灯っていうのが見れるからな。走馬灯、そうか、走馬灯みたいな、なんでちょっと夢の世界でええんちゃう、走馬灯って。なんか幻想的で、幻想的で、うん、まあ幻想的な世界で、まあいずれは皆さん行くんやけどな、うん、うん、だからほんまにあのあれはこれから春になったら、うん、いろんなとこ行きたいし、うん、でちょっとやっぱりあれやね、花見行かなかな。そうやな、もうずっと行ってなかったもんな、うん、最後行ったんが長井公園のバーベキューやった、まあ、だからコロナ前やろ、終わりやコロナ前やな、うん、バーベキューやって終わりやったな、うん、ねえ、おっちゃんがコブラやってひっくり返ったりとか、うん、おばちゃんもあられやってたやん。私あられやってた、そうです、映像残ってるわ、あられちゃん、うん、うん、あの時もまた誰か撮ってもらっとったんやな、うん、またあのあれやな、はい、みんなでちょっと花見やって、うんうん、私がいっぱい飲まれへんか、うん、そうやけどな、うん、コーラでな、うん、いつも乾杯やな。いや俺な、ちょっともう一個な、やりたいな思ってることがあってな、何、うん、俺好きな YouTube で、うん、あの玉袋筋太郎さんって、あ、この間お会いしました、お会いしました、うん、あの人すごいお酒好きで、うん、飲み屋に行って、うん、突撃で飲み屋に行って、うん、で、こう、おもろいこと言いながら、うんうんうん、あの人ほんまに完全な江戸っ子やから、うん、あの、こう、なんか、頼んで、ホルモンとか頼んで、うん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 、めっちゃおもろい、あの、なんていう食い方かな、うん、これどうだいみたいな感じで、はいはいはい、うまそう、行くぜみたいな感じで、はいはいはい、そんなんが、なんかめちゃめちゃええのね、うんうん。で、それを、逆に飲まれへん二人が、はい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 、はい、飲まれへん二人がなんか
そう飲むような場所行って、うん、当て食べだからうまいなっていう、うん、コーラ、まあ、コーラ、あ、それ食べへんよ、うん、コーラとかを、うん、飲みながら粋な食べ方をする、粋な食べ方をするっていうのをちょっとやりたい、うん、この間からロビンちゃんが玉袋さんと一緒に来てくれはって、うん、赤い布ね、おさんの、うん、ロビンちゃん好きやし、うんうん、まだあのあれちゃんそのうちまだ来てくれはんちゃう、うんうんうん、まあそんないろんな楽しい企画も考えてますんでよろしくお願いします。まあいつになるのかちょっとわからんけど、うんうん、じゃあおばちゃん何を食べに行くのかもわからんから、うんうん、まだ。じゃあおばちゃん、あの今日のラジオは終わりだからちょっと鼻毛ボーンで締めといて。せやな、うん、皆さんのご期待に添えて誰が期待してるか鼻毛ボーン鼻毛ボーン